はい、こんにちは。今日は就活に関するお話をしていきます。好きとかやりたいを軸にすると仕事が見つかりませんよっていうお話です。もうこの季節なんでね、あんまり就活生とかっていうのは見ないですし、今年はもうコロナの影響もあって、残念ながら就職活動がまあうまくいかないっていうのもあったりとか、あるいは会社側の方が採用をもうやめますっていうところも、結構増えてきているというところですんで、例年に比べて第2シーズンくらいの就活が盛り上がりかけている時期なんですけれども、今くらいの季節だったら、それが今年はないというところなんですけれども、その先を見据えて今日のお話っていうのが、これを見られる方にとって役に立てたいかなと思って話をしていきます。でこれは、元ネタっていうのをメンタリスト DAIGO さんの論文研究とかに携わっているパレオな男の鈴木優さんっていう方のブログから一部抜粋をしてですね、ご紹介をしていきます。2008年くらいにディスカバリーチャンネルというところで放送されていた突撃大人の職業体験という番組の中で、マイク・ローさんという方が世界のもうあらゆるきつい職業を体験してきたと。例えば牛を殺すとか豚の処理を行うとか、もう声だめの掃除をするとか、そういういろんなあらゆるきつい職業を体験するという番組がありました。でその中であらゆるその職業体験をしてきた中で、マイクさんに対してファンの方からキャリアについてのアドバイスを求めるメッセージが届いたんですね。その中身っていうのが、私は昨年正しい仕事選びについて考えてきましたが、まだ何をすべきか分かりません。自分は常に即戦力でした。会社員だったことはありません。もっと変化や刺激が欲しいです。という質問ですね。よくありますよね。1日8時間とか9時間、10時間っていう時間をただただ過ごすだけじゃなくて、それにやりがいを求めたりとか楽しさを求めたりとかっていうのが、今の職業を探す軸になっていると。だから給料は多少少なくても構わないから、どちらかというと長く続けたいと思うような楽しい仕事に就きたいですっていうことを軸に考えている学生さんっていうのも多いかなとは思います。ところが、それに対してのマイクさんの答えっていうのがこちらです。自分の言葉をよく考えてみよう。君は仕事が欲しいんじゃない。正しい仕事が欲しいんだ。刺激や変化は必要だが、安定は犠牲にしたくない。刺激や変化は欲しいが、決まった給料は欲しい。君は自分の仕事に飽きているだけ。自分で退屈を選んでるんだ。正しいキャリアを求めるのをやめて、すぐ仕事を探しなさい。どんな仕事でもいい。自分の好きなことは忘れなさい。自分に何ができるかを考えよう。嫌なことも進んでやろう。なくてはならない人間になろう。ありもしない刺激や変化、それに代わるものを探して時間を無駄にするのはやめよう。何より自分の幸福について心配するのはやめよう。という回答をしました。皆さんはどんな風に受け取れますかね。これいろんな解釈は出てくると思うんですけど、自分の好きなことを探したりとか、退屈なことをしたくなくて仕事を辞めるというのが、この世の中多い風潮なのかな。特に僕とか、ちょっと上の世代の20代30代の人たちなんかっていうのに多いと。だから転職が繰り返されて、それはある意味で今いる職場が本当に良くなくて、もういる必要がないっていうような場合だったら、当然それはいい選択だと思うんですけども、ただ自分の感覚感情っていうだけでどんどん転々とするっていうのはいかがなものかと。だからまずはその好きか嫌いかとか、やりたいかやりたくないかっていうような視点を外して、まずやってみなさいっていうのがこのマイクさんのおっしゃっていることだということです。で、やってみたら好きになることとか、自分の天職だって思えることっていうのは、いくつかやっているうちにいつかぶつかっていくと。ところがそれを逃げて次に行ってしまうと、それは一生見つけることはできませんよっていうことなんですよね。だから皆さん自身の人生とかを振り返ってみて、今のお仕事ですとか、あるいは勉強とか趣味とかスポーツとか芸術経過に関することとかって、いろんなことをこうやっている中で、初めからそれがやってみたいなとか好きだなって思って始めたことって案外ないこともあるんじゃないですかね。実際にやってみ始めて、なんか面白いなって言って没頭し始めることとか、長く続けていることとかっていうのが結構あったりすると思うんですよ。だから自分に何ができるのかっていう行動から始めてみるっていうのが非常に大事なんではないかなと思うんです。それはできるっていうのは能力っていう意味じゃなくて、今すぐに始められるっていう、例えば
僕個人の話なんかをさせてもらうと、もともと小学校の時はサッカーをまあ休み時間とかによくやってたので、そのままこう小学校の高学年に入っていくと課外活動っていうので、サッカーかバドミントンか バスケットボールの3つがあの選択肢にあったんで、どれか始めようかと思ってて、やっぱりサッカーはやろうと思ってたんですけど、友達がですね、俺一人しか学年でおれへんから一緒にやれへんって言って声をかけられて、あ、分かった、じゃあ1年だけやるわって言って、対してそれまでバスケットボールという概念すらもわからないで、初めてついたドリブルがダブルドリブルという反則技だったっていうですね、まあ、あのプチ伝説があったりするんですけど、まあ、そんな中やろうと思ってなかったんですけど、友人に誘われてやってみたら、実際プレイヤーを10年やってコーチを4年やってみたいなことがあったりしたので、楽しかったんですよ、バスケット始めてみて、というようなきっかけもあったりしますから、皆さんが仕事を探しますとか、勉強何をやったらいいかなとかっていうのを、こう自分が何に向いてるかとか、何が好きになれるかとか、何が、適しているかとかっていうのを、あ、適してると向いてるでしょうか、何がこうやりたいと思うかっていうことは一旦も度外視して、とにかく目の前で自分がそれをやるというチャンスがあるものにとかかってみて、でそれを実際始めていって続けていってたら、それが好きになっているとか自分に向いてるとかっていうことに気づく、そんなこともあり得るかと思います。なので仕事なんかでも営業やだなと思ってて、実際営業始めてみたら意外と成績が取れて、でお客さんと話すのが楽しくてっていう人とかもやっぱり中には多くいたりしますんで、そういう形でとにかく目の前にある自分がこれをやるべきなんだなと、やった方がいいんだなっていうことがあったら、それにもう感情は一旦置いて取り組んでみると、でそこに改めて芽生えてくる感情で、いいなって思うか悪いなって思うかっていうことなんですよ。いいなって思うんだったらそれを続けていく、悪いなって思うんだったらもう一旦それはもう次の道に進んでいくということで、自分で目の前に何かがやれるチャンスがあるのを自分で潰さないように、それだけ注意していただけたらという、そんなお話でした。ということで、本日の動画はですね、以上とさせていただきます。ぜひ皆さんがですね、何かを始めてみてこれがいいなと思えるものにぶつかる、そんな素敵な出会いがあることを願っております。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。